タートークですね。はい、よいしょ。見事優勝しましたね、はい、いい夫婦ベストオブザイヤー2020の吉崎さんです、はい、ありがとうございます。素晴らしい旦那さんへ向けての愛のメッセージ、ね、思い出の曲なんかも流して、いやでもなんか忘れていたものをねこう思い出しました。僕は本当にあの初々しさと言いますか、ありました、あったよ、コンセント抜かないエピソードなんてさもうないわ、結婚13年14年してると。そうですか。でもあの頃はそうだな、ベッドの下に隠れて抜け出せなくなったなみたいなとこも思い出してさよかった。まあでも今日はさ、その夫婦愛というのところとはまた別に、うん、こういうやつ嫌だよねっていうのが盛り上がっちゃって、なんか前半えらいそれでね盛り上がる、なんだっけ、なんとかの生活がある、あーとね、胡椒とか塩を透明の瓶にわざわざ移し替えて、でなんかあの無垢の金、あの無垢の木目調の無地のね、なんかこう、なんだろう、理念系のね、中で統一して、そう、薄い木、あの木のテーブル薄い色の木の椅子みたいなね、あとそういうお家は大体そういう、うんうん、くるあの床にフローリングに植物置きがちです、うん、置くね、あとぶら下げてる植物も垂らしがちだよね、垂らしがち、あとライトもなんかこうシンプルな傘だけあって、ねえ、この現在さ、もっとさいい感じの照明あるけども、ちょっと昔ながらのランプみたいなの置きがちの、あと絵とかも床に置きがち、置くよね、わざと床に置くんだよね、床に置くの、あれ何なの、床に置くあれ、床に置くあれの心境は何、置くとこはないじゃないの、そんな壁にかけられいいじゃん、なんとでもなんじゃん、そう、絵は壁にかけるものなの、そう、置いちゃう発想なのよ、そいつらは、そうなのよ、それを映り込ませての今日の朝食みたいな、そうなのよね、ポートレートでぼやかしてのみたいな、いいじゃん、生活が楽しんでるわけだからさ、いいだ、なんだろうな、無理してる感じ、マジで全部そういう部屋だったら、それはお見事よ、そこまで素敵に綺麗空間で生きてんだったらいいけど、撮るとこだけガッと頑張って裏は本当もゴミだらけ生活感を全部カメラの、ね、そんなことないかもしれない、絶対そういう風に言ってるだけで、多分ちゃんとしてるかもしれないじゃん、全部は、お前そっちのやつか、俺は割とそういうの好きだもん、お前素敵な生活肯定派のやつか、俺あのシャンプーとかあれでしょ、何にもついてないやつにこう入れ替えて、やる人、俺はそういうのが好きだ、出た、素敵な生活を送っている人かよお前、俺はそういうのは全然好き、塩コショウとかもさ、自分でソルトって書いた入れ、あるより貼ってみたいな、やったりするの好きよ、あとなんかこう胡椒ゴリゴリのやつも、なんかラベルが貼ってあったらわざと全部剥がして透明にあえてしたり、それだあ、そうやっちゃった系のやつだな、すごいな、だって自分で把握してて、なんかそういうメッセージ性なんかいらないと思って撮っちゃった、やっちゃった系、これはでもね、人って実はね2種類に分けるとしたら、それがいいと思う人と、それのアンチの人の2種類にしか分かれないと思うんだよね、これに関しては多分、分かれると思うよ、なんか今日はえらいそのさ、あのそういうやついるよねで盛り上がってたけど、俺は別にいい俺みたいな感じがあるで、でもなんか小野さんの場合はまだそういうのが好きで自分に向けてやってるじゃないですか、一番嫌なのは外に向けて自己プロデュースとしてやってる場合、そこをまあ僕ら言ってんだよね、裏側のやつ、あえてそうそうそう、マインドとしてはさ、撮りまし、せっかくこれ好きだから、おしゃれに撮って、みんなにお披露目したいみたいなことなんでないの？そういうの。いやでもあの透明の瓶に入れる発想だけはもうどんな理由を言われても許さないけど。許しません。極端なんだよね。あれはあれだってさ、ペットボトルの水をわざわざさ違うさお気に入りの水筒に入れるのと一緒なんじゃないの？違うよ。家でなんでペットボトルから移しかんだろう。まあだから水筒お気に入りの飲み物をさお気に入りの水筒に入れるの。めんどくさ。だったらペットあれでいいじゃん。なんかその、なんか缶ジュース買ってさガチャって缶ジュースじゃなくてペットボトルで飲むのと一緒って。いいじゃん、そうよ、ペットボトルで飲もうぜ、でもお気に入りの、お気に入りの水筒に入れて、洗濯物じゃなくて洗い物が増える、銀色のあのこうちょっとクリンって取っ手がついて引っ掛けるのがついてるやつに入れたりするのがいいんじゃない、すごいな、自我が強いねやっぱりね、
私の好きなものにというその感覚こだわりが多分強いんですよね。キャンプとかって言われるとそういうとこあるよ。自分の好きな道具とか、そんなんだから。いやもう普通に砂糖のご飯ベロっつってさ、そのまま食べろよキャンプは。それがキャンプなんだよ。いや米炊きたいじゃん。メスティンで米炊いて、なんか炊ける前と炊けた後とこうポートレートでぼかしに取りたいし。これはちょっとな。あれ下に絵を置いてる人ってさ、なんかそんな下に置いてさ、下に置くのなんか必要ないとかって言うけどさ、下に絵置くやつよくぞ言ったよ、吉田君。ですよね、私ずっと気になってた、うん、あれは腹立つ、なんでだろうって思う。マジで謎、下に置くというその感覚、あまり本当にお前自ら思いついたその作戦と思うんだよ。なんかで見てた分ちょっといいと思ってめっちゃ感化されてんだろ、うん、お前にシーンはねえんだろ多分って。全部見たものなんかの雑誌、あこれいいわ素敵っつもう真似しかしてない。分からないじゃんそれは。あれとね、もっと映画好きでこうかけてる中にたまたまちょっとかけとこないかなってどういう感じもあるじゃない。ちょっとアンケート取りましょう今度。そうですね、絵を下に置くということに対して、はい、はってなる人と次流せる人、うん、これは本当にアンケート取りたい。そうですね、取りましょうこれは。はい、どうやって取るの。これはコメントとか別にないの YouTube は。そうなんです、コメントはないので。じゃあまた今度次回の放送で。そうですね、あのいつかやります。こういう感じのことムカつくよねっていうのを延々喋る放送。問題ないと思うんですけど、お前やってんなってことでしょ、うん、いや好きでやってんな選手権、やってんな選手権ですよ。さあ、いつかの物を持ってさ、なんか、はい、あの私これ買いましただけど実は爪取ってるみたいなやつでしょ。それの感じはやってんなってことなんだ。それはちょっとね、爪ネイル買いましただったら許すよ、うん、関係なくこれのこれ美味しいお気に入りっつって、うん、はい爪見せてだけだろう、うん、実はそんなそのスイーツ好きでもねえだろうっていう、腹立つ。あと写真プラスなんかそのコメント余計イライラしたりしません？どういうことでしょうか？なんか例えば、はい、さっきの朝食の話なんですけど、はい、今日はちょっと遅めの朝食みたいな、うん、それだけでも結構私な、あ、分かる分かる、すげー響いてるけど、そう、そ、なんか分かります。なんかみんな分かってるわ。で、で、ちゃんとさ、マネーにさ、つけてさ、で、その後ろにはさ、うん、床に置いた絵があんの。そうなのよ。で、ちょっと植物もあって、うん、ちょっと朝日も入ってんだよ、こうパーティーもヒラッとしてて、そうで、今日はちょっと遅めの朝食、たまにはいいよね、みたいな。おせんだったら、さっさと食えよ、写真撮ってないけどね。写真撮るために作っただろうが。写真撮るためだから遅くなったんだろうが、お前。そうで、バナナはそのまま食え。バナナどうやって食ってんの、バナナ。バナナこうやってカットして蜂蜜ぴょっ。カフェに。これ以上言うと多分いろいろ特定されてくるんだから。そうですね。やっぱモデルがあるんだね。あの写真、この写真っていろいろ。ちょっとこれはね、ミキサーに座ってるスタッフ一同ね、うんって言ってくれてるから、もうミキサーゼロにして全員こっち来てもらう。腹立つのずっと言うっていう放送をそのうちやりましょうね。そうそう、気になるツイートとかね、インスタとかちょっと話し合いたいですね。そうね、はい、生理的に無理投稿、うん、で逆にいい投稿ってなんか好感を得られる投稿ってなんだろうっていうのもそうね、ありますよね、逆に。あります、あります、うん、うん、その辺をちょっと徹底的に掘り下げていこうと。そうですね、ね、徹底討論しましょう、やりましょうこれは。はい、はい、疲れた、長かったね、ちょっとそうですね、すいません、今日は9分喋った、あ、9分喋った、いつもの倍以上ですね、止まらないんだもの、お二人から。いや頑張って止めたんだよ、これでも、これでもだいぶ自制してますよね、うん、うん、朝までいけるよ、これ朝までいける、本当に朝までいけますよ、ね、じゃあ次のやつ取っときましょうよ、取っときます、はい、はい、こういったね、あの、うん、皆さんが疑問に思う気になる部分も取り上げていきましょう、ドンでは。そうね、はい、うん、土曜と毎週土曜夜7時30分からお送りしております。腹立つ。